これは一般的な AD コンバータのモデル図です。入力のアナログ信号とデジタルの出力信号、そしてサンプリングクロックがあります。サンプリングクロックはエンコードコマンドと呼ばれることもあります。多くの場合、変換の終了やデータが揃ったことを外に知らせる信号がついています。DA コンバータと同じように、 内部、あるいは外付けで基準電源を必要とします。AD コンバータにリファレンス電源アンプが内蔵されている場合は、その接続方法が示されています。内部で接続されるか、外部を経由して接続するように、ピンが用意されています。多くの場合、このリファレンス電圧は外部ピンへ引き出されていて、 回路の他の部分で使用することができるようになっています。ただし、その扱いには十分気をつけてください。外部からのノイズ侵入やデータシートに書かれている負荷条件に注意が必要です。また、やはり多くの AD コンバータでは内部リファレンスを外部のより高精度のリファレンスでオーバーライドすることができるようになっています。いずれの場合でも、 リファレンスピンに何か手を加えようとするときは、十分にデータシートの説明や注意書きを理解してから行ってください。アナログコンパレータは1ビットの AD コンバータとみなすことができ、ほとんどすべての AD コンバータの重要な構成要素です。ここでコンパレータのいくつか重要な特性について言及することは、AD コンバータを理解する上で、 大変重要です真空管回路ではコンパレータはリミッターあるいはディスクリミネータと呼ばれていましたが基本的機能は同じものですノイズ特性とヒステリシス特性がこのコンパレータの入力差が小さくなっていった時の分解能を決めます AD コンバータの中で使われるほとんどのコンパレータにはダッチ機能がついています 最初の IC タイプのコンパレータはボブ・ワイドラーにより設計され、1965年にフェア・チャイルド社より発表されたシングルのエ a 7 1 1とデュアルのエ a 7 1 2でした。これは有名なエ a 7 0 9が紹介された1年後のことでした。これらのデバイスはすぐに蓄字比較型 AD コンバータの内部に使われるようになりました。 AMD 社のジムギレスによるシングルの AM685 とデュアルの AM687ECL コンパレータは1972年に発表されましたこれらは大変優れた性能であり低ノイズと抗原ンを合わせ持ち1ミリボルト近くまでの高分解能を示しましたまた ECL 出力構造によりスレッショルド近傍での発進の危険性を最小にしました この素子は70年代の多くの AD コンバータのビルディングブロックとして使用されました AMD 社は AM685 という TTL バージョンも発表しました ECL に比べ大きな出力スイングが入力にフィードバックされることによるノイズ特性への影響のため繊維領域での特性が劣っていました